そしたら3ページ。ここから十二字法の原文ですね。で、ここからは原文が日本語ですので、左に日本語原文を配して、それから奥村昭伯さんの訳をですね、右のページに。で、中が出てる場合には、奥村昭伯さんの中を左にして、僕が訳したのは右に行って、いつでも元になってる方を左に配しておきましたので、全部の系列下にある方ですから、それは士官多座っていうことですね。それをただ座にて候と表現したんですね。What the Buddhas and the Patriarchs have been properly transmitting is nothing but sitting. Buddhas and the Patriarchs で仏祖ですね。Patriarchs っていうのは祖師方のことです。Buddha っていうのは目覚めた人っていう意味ですね、本来のね。悟りを得たっていうのは目覚めた人っていう意味ですね。それで仏祖が、properly、正しく、transmit っていうのは伝えるですね。伝えたところのものは、nothing but っていうのは何々以外ではない。それそのものだ。sitting、座、座ることであるっていうですね。座禅と申すは、手を組み、足をも組み、身をも歪めず、正しく保たせたまいて、心に何事も思うことなく。ここが大事なところですね。心に何事も思うことなく。たとえ仏法なりとも心にかけずしてござ候べし。When you sit, であなたが座るときに、hold your hands in 北海上院、まあ北海上院を組み、cross your legs、まあ足を組み、まあ結果不座、あるいは半下不座しっていうですね。Keep your body upright without leaning。Leaning は傾くですね。前にも後ろにも横にも傾かずに、upright、まっすぐに、背筋をまっすぐに立てて、上体の背筋をまっすぐに立てて、まあ、座ること。そして、do not think of anything。いかなることをも考えてはいけない。do not think of anything。do not be concerned with anything。not even the Buddha Dharma。Buddha Dharma で仏法ですね。not even ですから仏法のことでさえも考えずに do not be concerned with anything いかなることとも be concerned with は関係するっていうことですが、まあ、この場合には主に頭で考えることを言ってるわけですね。仏法のことなりといえども思い頭で思っては考えてはいけないっていうことですね。手放す思いを手放すことですから考えるのではない考える瞑想ではないっていうことですね。それを仏にも超えたると申し候なり、まあ、そういう境地にて座るならばですね、仏にも超えたるっていうのは、まあ、それを超えるっていうことはないですから、ブッダそのものである、仏そのものであるっていうことですね。この場合はね、 This is beyond Buddha, much less the cycle of life and death。 で、これがブッダ、仏をもビヨンド、ビヨンドは超えたっていうですね、超えた境地である、まあ、あるいはブッダの境地であると言ってもいいですね。マッチレスっていうのは左のイワンヤ障子のルテン王やのイワンヤですね。イワンヤ、the cycle of life and death。life and death で障子ですね。サイクルっていうのはくるくる連なっていること、繰り返し循環ですね。それ、そういうことですので、左のルテン、ルテンに当たりますね。障子のルテン、ね、をも超えている。仏の境地をも超えたんだから、もちろんその障子のルテンとか、そういう境地を超えているには、超えていることになるっていうようなことですね。まあ、わかりやすく言うと、障子のルテンを超えた仏の境地であるっていうようなことですね。このみこのまま仏であるっていうことですね。Once you have thrown yourself into the ocean of the vows of the Buddhas, just conduct yourself with the demeanor of the Buddhas and forego attachment to your own body. ですね。まあ、さっき英訳読んじゃいましたが、左側、この身をひとたび諸仏の眼界に捨て、サブローテの地には、まあ、中出てますが、それは後から言いましょう。ただ諸仏の御振る舞いのごとくに行勢させたまい候いて、二たび二たび私に我が身を顧みることあるべから。まあ、この辺になると若い人はおそらく英語を読んだ方がわかるんじゃないかと思いますね。
Once you have thrown yourself into the ocean of the vows of the Buddhas. Vow、これは誓いですから、誓願ということですね。Buddhas、複数形になってますので、まあ、諸仏ですね。もろもろの仏になった方々の vow、誓いの ocean、まあ、海ですが、で、その週はですね、裏のページに出てます。5ページの方に。日本語のところだけ先読ませていただきますと、一切の衆生を救いたいという諸仏の願いは、その広大さゆえに海に例えられます。まあ、海のように広大な、その、誓願っていうんですかね。もろもろの衆生を救いたいという、その誓願ですね。の大会の中に、thrown yourself、自分自身を throw、throw は放り投げるですね。我が身を、その放り投げる。一旦放り投げてしまったならば、っていうことですね。Just conduct yourself with the demeanor of the Buddhas. Buddhas, まあ、仏祖と言ってもいいでしょうね。Buddha たちの demeanor っていうのは行為振る舞いのことですね。身の振る舞いに従って conduct yourself, あなた自身の身を振る舞いなさいということですね。ですからひとたび諸仏の眼界に捨てさぶらってっていうのは、捨てっていうのは自分の身をそこに放り投げるっていう意味ですね。一旦仏道修行に入ったならばっていうことです。その我々の表現で言うとグルのごとくですね。グルが振る舞うように自分も振る舞ったらいいっていうようなことですね。そうして forgo attachment to your own body、 あなた自身の体、我が身ですねを顧みることはあるべからずって書いてありますので、そこのところですね。自分自身の体、この身をですねに対するアタッチメント、執着を forgo、 捨てる、捨てなければいけませんっていうことですね。私が私がという思いですね。体と体につきまとっている私が私がという思い、それを一切捨てなければいけない。そして仏祖に従ってついて行きなさいっていうようなことですね。まあ、それで後になりましたが、12時法語の中が4ページに出てますね。それで中の方をご覧ください。日本語訳ですね。12時は12の時間帯を意味します。一昼夜は12の時間帯に分けられ、それぞれの時間帯は都市の十二支同様に12の動物の名前を配せられています。まあ、左に出てますね。その真ん中辺にね、牛、トラ、ウー、タツミ、馬、羊、猿、鳥、犬、イと出てますね。それのことですね。それを1日24時間に当てはめていくわけです。そうして24時間をどのように、まあ仏道修行者として、あるいはヨーガ修行者として生きていったらいいかっていうようなことを教えてくれるのが12時法語ですから、12時というのは24時間という意味ですね。24時間法、悟りを開かれた方々の語は教えですね。それに従っていかにこの我が身を処していくかという、そういう教えのことですね。法語は法、ダルマ、サンスクリットのパーリ語ではダンマ、仏法の言葉を意味します。この十二次法語は禅僧たちと一緒に修行するために僧林に滞在した在家修行者のための教えです。第一禅師がですね、あの在家修行者のために、まあ、教えられた、まあ、その教えのお書き物ですね。まあ、あの一説にはですね、あの菊池貧後の神の藤原武時入道のことだとも言われてますが、一説もありますね。まあ誰でもいいですが、あの禅僧相手にじゃなくですね、あの、まあ、昔からですね座りたいっていう人たちはいたわけです。その家族でも武士でもですね、そういう人のためにあのこうのようにしたらよろしいですよっていうような教えなんですね。で十二時は次の通りですって左に出てますね。まあ、そこはあの中ですね、中の英語ですので、あの読むのは飛ばしまして5ページに入りましょう。で5ページのその2番の中の英語も飛ばしまして本文左ですね。諸仏の御振る舞いと申すは、寺にいさぶらいての地は、かりそめにも在家に出入りすることを禁じ、ただその寺の儀式に従いて行い候べしってですね。で、諸仏の御振る舞い
というのは具体的にはどうかと言ったなら、まあ、皆さんがどこかの寺にですね行って、まあ、座禅修行あるいはその他の修行をさせてもらいますとしますね。その時にそこの寺の儀式というものがあるわけですね。まあ永遠寺さんに行ったら永遠寺さんの十二時本があるわけでしょう。その他のお寺さんに行けばですね、まあ去年ですと弥勒の里に行きましたね、僕らみんなで、ね、あそこにはあそこのあって、まあ、厳しいところもあれば緩やかなところもあれば様々だと思いますね。ヨガでもそうでしょう。例えばサッチダーナンダアシュラムに行ったりね、シバーナンダアシュラムに行ったり、あるいはティク・ナッハン先生のプラムビレッジに行ったり、そこのいろいろな特徴がありますでしょ。ですからそれに従っていったらいいっていうようなことですね。あそこではこうだったからって我を通すんじゃなく、自分がその我が身を預けたそこの寺あるいは修行道場アーシュラマですね、そこの儀式に従って行うのが諸仏の恩振る舞いに従うことなんだっていうことですね。自分の我を捨てるのが修行ですからね。例えばお茶の時間たくさんあってっていうところに行ってもですね、いや私は瞑想したいとか言って、その自分の瞑想したいという我を通しちゃいけないわけです。お世話になる以上そこのやり方に従って、業にいらば業に従えでしてね、その通りにやるのが修行になるわけです。ですからどちらかというと、例えば皆さんがここに来られてね、いろんなテクニックとかね、知識とか学んでいくとか、そういうことよりもね、その自分のエゴをどのように外すかの方が本当は大事なんですね。でエゴっていうのはその我見っていうんですかね、私は書く思うっていう、その皆さんの頭の条件付けですね、すでにできちゃっている条件付け、それを解体する方が大事なんですね。解体しないでさらに知識を得ていってもね、基盤の上に乗っかるわけでしょ。僕が今から言うことはいわばね、皆さんの家土台があってね、その上にこう知識が降り積もるようなものでして、年が経つとですね、それはもう何て言うんでしょうね、風に飛ばされるような浅い記憶でしか過ぎないわけですね。だからその自分のけちゃえばね、まあ、いつでも言いますように、ここに美味しいお茶を入れたならですね、それは飲んだら美味しいでしょうけども、まあ、すでにもう入っているものがあってですね、まあ、ここに後ろに置いてあるヨーギーティーですか、松崎さんに入れてもらったコーヒーの上にですね、僕が持ってきたヨーギーティーっていうアイルベーダの漢方茶みたいな、薬草茶みたいなの入れて飲んでみてもね、混じった味にしかなりませんね。コーヒーはコーヒー、それからヨーギーティーはヨーギーティーとか、抹茶なら抹茶とか、それぞれの良さを味わうためには一度空っぽにしないといけないわけですね。空っぽにしてきれいにしたなら新しいものの味がわかるわけですね。ですからここでいろんな知識ね入れるのもいいかもしれないけれども、どこかに出ていった時にその我見、私がこのように思うという我見をいかに外せるか、その方が大事なんですね。ですからテクニックじゃなく、その心の明け渡しの方が僕はヨガとか仏道修行では大事だと思う。まあ、そこのところを言っておられるわけです。今僕がちょっと長々と説明したことはね、第一禅師のその十二字法語じゃなく仮名法語っていうのにもそのように書いてありますので、いつかお読みになられたらよろしいかと思います。まあ、読みたい方は僕ここに仮名法語のコピーもね持ってきてますから、後でご覧になってみたらいいかもしれません。まあ、仏教の教えっていうのは全部 本来はそうですよ。その我見を外すっていうことです。我見っていうのは、まあ、僕の言い方ではその刷り込みです。頭の刷り込みですね。これまでにいろんな本を読んだり人から聞いたりしたその刷り込みですね。その刷り込みがあるかどうか見ていくことも難しいとは思うんですが、もうあるわけですから。で、The demeanor of the Buddhas で、諸仏ですねの demeanor、恩振る舞いは means that 以下のことを意味します。Once you enter a temple, あなたがどこかの寺に一旦入ったならば、You must not visit the homes of lay people. Lay people というのは在家の人々のことです。まあ、例えば1週間とか1ヶ月とかね、あるいは半年とか修行しようと思って、そのお寺さんにですね、あるいはグルにですね、まあ、お師匠さんに身を預けたならば、そのお許しがない限りですね、まあ、ちょっと修行してまた在家、
の人々を訪ねておしゃべりするとか、そういうようなことしちゃいけないっていうのですね。 Don't visit the homes of lay people ですね。まあ、在家の人々と交わってはいけないっていうのですね。 Just practice according to the regulations of the temple、 そのお世話になっている寺の儀式、 regulations っていうのは規則ですね。儀式に従って practice、 修行をしなさいっていうことですね。儀式と申すは、寺に定め置きたる一日一夜の御振る舞いを申し候。 The regulations prescribe the conduct to be followed throughout the day and night while living at the temple。 で、そのお寺の儀式、regulations というのはっていうところがこの一節ですね。 While living at the temple、 あなたがそのお寺に living、staying、滞在している間、 throughout the day and night、まあ、一日っていう意味ですね。 day、 昼日中と night、 夜ですから一日中、 to be followed、 従うべき conduct、 振る舞いのことを prescribe っていうのは書き留めているっていうですね。書き留めている、それを言うのですということですね。一日一夜を少しも物騒の掟にたがわずして行事もて行きそうらえば、一年二年一生もただ一日一夜の儀式にてそろなり。ここが一番大事ですよ。一日一夜を少しも物騒の掟にって、そこの4行5行ですね。これもう一度あと似た文章が出てきますけどもね、ここが今回のいわばテーマみたいなものです。皆さん朝目覚めてね、夜寝るまで、まあ夜寝てる間のことは別にして、それまでどのように過ごしたらいいかっていうのを分かったならね、それ繰り返していけばいいわけでしょ。ですから一日一夜のね、過ごし方を本当に身につけたなら、皆さんの一生はその繰り返しに過ぎないんですよ。いかに一日一夜をね、行事、自分でその行を保っていくかっていうのは、これは大変難しいことですよ。僕らは遠いので昨日から来てるんですが、近くのもみじ荘っていうところに泊まったんですが、そうすると、まあ、家内も普通やってる仕事ないわけでしょ。で、僕は瞑想したりテキスト読んだりあれこれしてる間、かなり最初昨日何してるかって言ったら、とにかく身の回りで片付けるものないかって一生懸命探すわけね。時計が止まってたので時計解体して直してみたりとかね。それも終わると何もすることないんで、どうやるかね、なかなか勉強するように身が向かないでしょっていうようなこと言ったので、ね、まあ今日は仕方ないので僕が作ったテキスト読んだり座ってたり体操少しやったりしてましたがね。皆さんが家事から、一切の家事から解放されてね、食事も出してもらえるわけです、いわばね。その時にね、本当に瞑想、聖天独住などに打ち込めるだろうかって、それが難しいわけです。空き時間があった時の方が難しいんですよ。皆さん毎日忙しい忙しいって仕事とか家事とかね、しなきゃないから、ヨガの修行サボってられるんですね。正当にサボってられるんですよ。で、正当にサボるその理由ない時にね、例えばこういうところに来たときにね、一人でいたなら、朝から晩までね、瞑想、聖天独住だけやるっていうのは、これは大変難しいって分かりますよ。まあ、皆さんの実力が出るのは、ホテルに一人で行ったときにですね、もうその時間をどう使えるかではっきり分かることと思います。で、そこの英訳ですね。If you spend a single day and night、もしあなたが single day and night で1日です、24時間ですね、を spend、 過ごすならば、どのようにして過ごすのか。 Practicing fully in accord with the regulations of the Buddha Patriarchs。 Buddha Patriarchs で仏祖ですね。仏祖の regulations、 起きて、儀式に in accord with っていうのは、何々に従って、調和してっていうんですね、に従って fully、まあ、完璧に、フリは completely っていうのと一緒ですね。従前に、practicing、修行をしながらっていうことですね。一日を過ごすことができるならばっていうんですね。one year、一年も、two years、二年も、あるいは、your whole life、あなたのこれからの全生涯も、will be as the activities of a single day and night。その、一日、24時間をですね、完璧に修行して過ごすアクティビティーズ、まあ行動、活動のようなものであるっていうのは、たった1日をね、完璧に皆さんが
修行できるならば、あとはその繰り返しに過ぎないということですね。で、今回はそのいかにして12時、24時間をですね過ごしたらいいかっていうので、この12時法もまあメインテキストの一つに持ってきたわけなんです。で、具体的にじゃあどういうテクニックでやったらいいかっていうことのために、このアーナーパーナサティからアートマービチャラ、心眼の探求へっていう誰にでもやれるテクニックを持ってきたわけですね。ですから1日24時間の過ごし方はこの12時法で学んで、で、空いている時にですね、とにかくテレビ見たり新聞読むのではなく、なるべく修行に自分をこう縛りつけておこうっていうことを学ぶのがこのアーナーパーナサティの方のテキストなんですね。それで、まあ、あの後ろに並べておきましたけれども、第一禅師のですね十二字法語の原文とそれを図解したのをこのように作ったわけですね。で、文章を読んでいくとね、耳はわかるでしょうが、そのパッと見た時にね捉えにくいので、このような表を作ったわけです。で、まあ、原文は今ちょっと噛み砕いて読んだりね、あの英語、奥村昌博さんの英語でこう読んでいったりするので意味はわかると思いますから、その後はですねその原文自分で読んでみて、まあ、そのこの24時間ですね、こことにらめっこしてですね自分の12時法語を作っていただきたいので、そのこういう私の12時法語っていう書き込み用のも用意してきたんです。ですから今回の集中行でですね、あの模範となる12時の過ごし方、24時間の過ごし方ですね、これをしっかりあの勉強してもらって、それであとお帰りになったらですね、あるいはここにいる間に自分のね平日の12時法語とね、それからまあ安息日に関しては、安息日に関しては後でまた説明します。1週間に1度はね、全てのその家事とか仕事から自分を解放して、自分でこのように修行したいんだという日を1日でいいから作ってね、どっちも作って、それに従って1日を皆さんが生きていくことができるならば、まあこういう6日間とこういう1日ですね、その1週間の繰り返しだけでいいわけです。あとは何も考えなくてもいいわけです。まあ1日これ、あと在家の人ですから6日と1日のモデルを作ったならね、で、まあご参考のためにと思って僕の場合はこうだっていうのはこのグリーンのに作ったんです。まあ僕の平日勤めはありませんが家で勤めてるわけですから、まあ今やらなきゃないですから、こういう教材作ったりってやっぱり僕にとっては仕事ですので、これを6日間僕はやるわけです。それであと1日は解放されてですね、こういう教材作るとかダビングするとかやめて、一切やめて1日24時間自分のものとするなら僕だったらこう過ごすっていう、まあモデルですねを作りましたので、まあ一番大事なのはこのオリジナルですから、それを十分に勉強してね、まあわからない人は僕が作ったものを参考にして、そして本当に大事なのはこれですから、皆さんが書き込むあれですから、それを作ってですね、それに従ってあとはただ修行生活を深めていくだけでよろしいわけですね。皆さんきっちりとこういうの持ってないからね、修行がいい加減になっちゃうんですよ。僕はこういうの作る前からこうしたいっていうのを持ってたんです。で、今回皆さんにはっきり分かってもらうのが目的なので、こうあの表を作ったんですね。作ったならそれをあと続けていけばいいだけですが、作るとこも難しいけどね、作った後続けるのが難しいですよ。かえって興奮して1週間やれてもね、1年間続けるのは難しいですよ。10年間20年間続けるのはさらに難しいでしょうね。それ続けられる人を仏祖というわけです。修行一二を出して、修行することと悟りというのは一緒ですから、修行を続けること自体が悟りなんですね。で、5ページのところまで行きましたので、この1回目の十二時法のノルマはそういうことです。ですからその最後のところですね、一日一夜を少しも仏祖の掟にたがわずして行事もてゆきそうらえば、一日一夜12時、24時間の自分の生き方を確立したならば、それをあとは繰り返していくだけでいいってことです。あとは何も余計なこと考えなくてもよろしいってことですね。